記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろう。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か。なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら暴れ。どういうつもりだ。もうやるしかないよね。終わりだ。消えろ。やる。ここで仕掛ける。あ、なんだ。どうしよう。口を封じる。ん？おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウド、やっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。さあ、店に戻ろう。ならほらやるよ。ジョニー怪我はなかったの。あの慌てっぷり。でしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。ティファ、私もちょっと疲れちゃった。ねえ、ミッドガルにはずっと。
そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。今はそんな気分じゃない。では、お客様のイメージで。言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。
黄色い花か。変わった女だったな。おとなしく待つか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんでな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビッグス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。あいつら何だ。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りにネジロがあるらしい。どうだろう。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200、300だ。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか。見てんじゃねえ。大丈夫だろう。なかなかに。オーケー、邪魔だ。ザコどもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。ふん、神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。沈め。焼き尽くす。
銃の男の話だったな。いや、そのなぜ探ってる。それは命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。消えろ。やってやる。それそれ。倒れるわけには。行け。叩き切る。シンナがバレット。俺には関係ないな。スラムの心得その一。部屋に戻るか。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。
準備はオッケー？ゆっくりどうぞ。なんつってしっかり準備してきてね。準備はオッケー？じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。鉄道、今夜はもうないぞ。奴ら終電を早めたんだ。というわけでバイクを借りてきたから、これで上行こうぜ。どうしてわかったの？ジェシー、様子が変だったっすよ。なんか俺たちと話してても心ここにあらずというか。かと思えばやたらとハイだったりよ。それにしたってどうして上行くってわかるの？何、私起きたまま寝言言った？両親の顔見ておきたいだろうなって思ったっす。図星だろう。いてててて。で、ほんとずうずうしいと思うんだけど、親のいない俺たちにも親孝行気分のお裾分けをだな。クラウド、親は？え？ああ、いない。じゃあ、みんなで行くか。親不孝の痛みを分け合おう。おみんな、新しい ID は持ったね。へい、アネゴ。行くぜ、野郎ども。よっしゃ、飛ばせ。了解っす。聞こえる？ああ。上に行く理由、ビックスたちの想像とは違うんだよね。ほら、一番魔鋼炉の爆発、すごかったでしょ。魔鋼が誘爆した、そう言ってなかったか？うん、でもあれは願望。やっぱり私の責任なんだよね。設計図の指定よりも強力な火薬ユニットを乗せちゃったんだ。原因はどう考えてもそれ。それでどうする気だ？次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。でもどうしても売人と連絡がつかないから、神羅の倉庫からいただいちゃおうかと。神羅の？まず無理だな。そこでクラウドの出番。ここから厳しくなるから。どういうことだ？偽造 ID で身元はバレないけど、こんな時間にスキャンがあったら警備が動く。そういうこと。おいおい、マジっすか？でもクラウドいるし余裕でしょ。ねえ、バイクの運転わかるよね？ソルジャーはバイク任務も多い。さすが。じゃあ華麗な運転で私を酔わせてくれる？遠くを見てれば酔わない。楽しそうだな。そりゃあもう、だって一緒に危機を乗り越えた男と女は。殺す。助けに行かないと。よっ。いいね。よっ。本当は無用かよ。警告されたら素直に止まるわけ？こりゃ、止まらねえことよ。でしょ。力づく上等。やっ、わー。ひょっとして、私のこと守ってくれた？ついでだ。ありがとう。でも、ちょっとスピードが落ちてた。気にするな。どけ。
やっこりゃなそっちに行ったぞこれ結構ピンチだよねどうするどうする揺らすな楽しくなってきたやっやっ駅に向かうのか。ううん、車庫へお願い。ああ、2人のツーリングもおしまいか。俺たちもいるけどな。聞こえない。聞こえてるし。くっ、やらせるか。耳に届かないよ。何なのこいつ。
痛いやか。安心したまえ。こんなに楽しいレース降りるわけがないだろう。おっと、最後まで付き合うとも。どちらかが燃え尽きるまでね。それそれ。ジェシー、ハンドルを頼む。え？何の話だ。運転勝手に採点するな。ま、合格っつってもギリギリだけどね。静か。もっと荒くてもよかったのに。あんたが落ちる。そんなにヤワに見える。しっかり捕まってろ。あ、どうした。今、落ちたかも。なんつって。ほら、見えてきた。あそこから行くよ。
ここからは歩きで。夜遅いし、もうそこ市街地だから。キッツキツで痛いっす。ハムみたいだぞ。中身スカスカのハムっす。はいはい、お腹空いたよね。ほら行こう。この先が市街地。開けるのにちょっとコツがいるの。はあ、さすが。7番街の社宅地区。うちの親、神羅の人間なの。私、マコーロのおかげで大きくなったんだよね。俺の何倍も給料もらってんだろうな。見て、たまにしか帰ってこない娘のためにいつもああして明かりをつけている。ママは典型的ミッドガル住民。ピザ出るかな、ミッドガルスペシャル。ジェシーのおふくろさん、どんな夜中に訪ねてもうまい飯作ってくれるんだよな。よく食べる人とお客が大好きだから。じゃあ行こうか。クラウド、例の件お願いね。とりあえず家の裏手で待ってて。ああ、分かった。クラウドさんにもミッドガルスペシャル食べてほしかったっす。そこでクラウドの出番。何でも嫌なら何でもするよね。私の家に忍び込んで大泥棒お願い。しばらくしたら裏口を開ける。合図は。明かりがついたらそれが合図。行くか。
裏口を開けると廊下があるの。正面の扉は開けちゃダメ。右側の部屋が目的の場所だから。リクスたちと盛大に騒いでママを引きつけておくから、音は立てても大丈夫。パパがいるけど気にしないで。パパの ID カードを探してほしいの。部屋のどこかにあるはずなんだけど自分じゃやれそうになくてさ。お願いね、クラウド。手紙？パパ、ママ、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママを招待できます。主演ジェシー、主演。マコーロの整備担当だったんだ、うちのパパ。借りるぞ。早く出よう。こんなことをしてる場合じゃない。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか？ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じ
じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度は神羅の人たちとピザを食べるっすか。食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか。ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ。ああ、魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっち、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地。作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみたいだな。バトルしたけりゃ行ってみな。
んた、確か召喚マテリア持ってたよな。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すれ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て！ここまで。
んなもんまであんのかよ。しばらく持ちこたえろよ。観念しろ。しぶといやつめ。おいよ。男っす。頼むぞ。
距離っす。包囲しろ。あれま、貴様ら何が目的だ。約束しただろう。次は二人だけで勝負をしようと。君が点火したんだ。私のエンジンは今駆け出す興奮に激しく震えている。下がってくれ。分かった。私のスピードは どこであろうと変わらない。レッドゾーンまで振り切ってみようか。先手だ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。まだまだ目指せる高みがありそうだ。
ジャーを倒すほどの相手だ。全力でかかれ。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。のうちに、武器を下ろせ。敵じゃない。ウンパが何をしている。そっちこそ私は心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。主級派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことかウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだとか。何の意味があるんだそれ。そう、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。よし、作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ああ。ずいぶんと賑やかなことで。シンラの増援もいるな。ああ、意外て。レッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。わからないな。ソルジャーにはわかんないか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶと思うね。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視、 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たれ。はっ。襲撃の方法は公になれば、こっちこっち、混乱どころか神羅の恥だ。さっきの警報については、よし、爆破配置につけ。ここで逃亡。ちょっと派手にやりすぎじゃない。まあおかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、あっ、出ない。俺たちが行く。おい、ウェッジ大丈夫か。ナイス。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お尻痛い。どれ。ちょっ
と何してるの？うわ、ブヨブヨ。屈辱っす。当たってないよこれ。弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。腹ペコっす。あ、いい顔。ふーん。行くぞ。帰るんだろ。もちろん。どうやってスラムに戻るすか。前から一度やってみたかったんだ。にしても本家の作戦に鉢合わせるなんて偶然なのか。うん、まあ、いったな。本家が動き出したとすりゃ面倒だな。ただでさえ考えない。速やかにご自宅へお戻りください。さっき不襲撃って聞こえたけど。おい、またペロじゃないだろうな。襲撃の件は誤報です。問題ありませんので助けたい。緊急事態だ。自宅待機命令も出ている。ここまで来れば安心。どこに向かってるんですか。ついてからの安心。無事に火薬も手に入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなると。おい、その話は。あ、クラウドさんもピザ食べたかったってね。何、なんか怪しくない。ないない、それはピザは食べたいよな。ああ、ふーん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみだ。楽しみ。多分ここに あった。んパパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。うん、半信半疑にかけたんすか。5割ならかけるでしょ普通。楽しみ。みんな、ご苦労様。付き合ってくれてありがとう。それから、明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、ウェッジを送ってやってくれ。ああ。あ、忘れるところだった。ねえ、危ねえだろ。何考えてんだ。ちょっと何すんのよ。血のセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。誰が兄貴だ。
もっと役に立ちたいっす。でもばっかで十分だ。傷は仲間のためだろう。胸を張ってろ。え？なんか俺たち乗ってるよな。この柄特にね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。俺、一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴、それはやめろ。こっちっす。ジェシーたち、もう帰ってるかな。さあ。二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。平和な夜だね。ここがビッグさん家。まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。さあ、次はジェシンチっす。ミッドガルを出ていくから。また爆破があるんじゃないか。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。あ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。スラム住民にも行く。明日、お番外に。ほらほらにあるバニッパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあな。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。うん、ああ、好きよくできました。よしよしよし、ほらニャル、過ぎちゃダメっす。スラム住民、うわ、やっぱりクラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これご苦労様、何でも屋さん。それから特別なご褒美。の、分かったから離れてくれ。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしいから。じゃあってどういう意味だ。とにかく離れてくれ。
離れたら来る？明日の夜。分かった。考えておく。やったー！じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。おやすみ。なんつって、もう寝てる時間だ。